皆さんこんにちは、道楽です。海外から荷物が届きました。 eBay でね、見つけていい感じかなと思って買ったものなんですけど、さてどうかな。アメリカからなんですけどね。あれ、どういう感じかな。写真で見たものと実物の違いやいかに。まあアメリカの新聞、カラフルでしょ。これは緩衝材として入ってるけど、なんかもしかしたら使えるかもしれないので置いといてもいいかもな。さて、どうかな。あー、来た来た来た。大丈夫かな。あ、なんか変なのついてるな。変なの写真なかったぞ。あー、いけるか。これはちょっと掃除すればいいか。ということで、何かと言いますと、じゃん、わかりますか。はい、時計です。それも古い。あとはもう緩衝材ですね。はい、この、はい、もう見ていただいた通りの時計なんですが、古い時計です。ここにジェネラルエレクトリック GE のマークと、あの名前とロゴが入ってますね。つまり、エジソンが作った会社、ジェネラルエレクトリック製の、時計になります。で、なんで電気屋さんが、電気メーカーが、電気屋さんが時計なのっていうのがあるんですけども、若い人は知らないかもしれないんですが、その昔電気時計、クォーツとか現在のね、電波式の時計であるとか、そういうのができる前に、この 100V、家庭用電源にですね、プラグインして、で、中でモーターが回って、動かすという電気時計っていうのがあったんですね。で、その電気時計が、大体、まあ、クォーツが普及してきた、もう80年代頃にはもう終わっているんですけど、おそらく、これは、まあ5、60年代ぐらいの時計なんじゃないかなと思います。で、これを買った理由としては、まあ、あのインテリアにね、このちょっとこうやれた感じの時計がいいなと思って。で、結構ね、大きいのはあるんですよ。あの学校の教室とかにこうドーンと書いてあるな、30センチぐらいの直径のやつとか。で、それがちょっとあまりにもでっかすぎるなと思って、いろいろ探してたらちょうどこいつが出てたので、思わずポチっちゃいました。前後考えずに。で、これがその時計のユニットなんですが、ま、もしかしたら動くのかもしれないんですけど、ま、正直言ってですね、もう今更これをっていうのはあるので、僕としてはここをですね、現在のクォーツであったりとか、もしくはいいのがあれば電波時計のユニットに交換して、この側と針だけを使えたらいいな、なんていうふうに思っておりますね。いいでしょう。さすがにね、今これをプラグインして動くかどうかっていうのはね、ちょっともう古いやつなんでね、怖いし、あと、まあ、ここは西日本なので、アメリカと同じ 60Hz ではあるんですけど、電圧がアメリカは112ぐらいあるのかな。で、日本は100だから、電圧が違うから、多分、だんだん遅れていっちゃうと思うんですよね。周波数が違っちゃうと、そもそももちろん回転数が変わって、モーターの回転数が変わってきちゃいますから、関東とかに持っていっちゃうと、さらに遅くなる。例えば電圧が良かったとしても遅くなったりするっていうのがこの電気時計なんですけどね。なので、もう本当若い人は知らないかもしれないんですが、昔このプラグインの電気時計、日本製のものは 50Hz と 60Hz の切り替えスイッチとかついてたんですよ。まあ、そんな、変な古いうんちくはどうでもよくって。さて、ちょっとこいつをですね、分解してみようかな。ここでなんか文字盤が外せそうですね、このカパッとね。で、こいつを外して、
ここにつけるんだけど、とりあえず文字盤外してみようかな。よいしょ。このマイナスで入るかな。あ、入るな。あれ。いいですね。ちょっとこの辺がね、錆びて落ちちゃってるのがちょっとね、これでも触っちゃうともっとボロボロになっちゃうんで気をつけないといけないな。この辺も多分もう汚れはこのままにしておきたいな。ほら、メイドイン USA ですね、ジェネラルエレクトリック。これはなんだ、あ、これはあれだ、もう文字盤とあれをくっつけてるんだな、モーターユニット。なるほどな。このガラスの部分はね、掃除する必要があるかもしれないですけど、この文字盤はこのままかな。あとはこれをどう外すかだけど、ここかな、このネジの部分かな、外すのは。このままつけちゃうとこの辺が壊れちゃいそうだから、これを台にするか。ん？あ、こっちだ。こういう感じに置かれてたな。うん。これをちょっとじゃあ外してみましょうか。中はこういう単純なモーターが入ってるだけで、ここからこれを外したいんだよね。これをね、ここに一箇所引っかかるんだよな。でもそれだけか。え、それだけでそんな止まるものなの？とかいっぱい出てきた。これはついてる。
ここは外れるな。多分ここも外れそうだな。やっぱこの1点のみでかしめられてるのかな。あ、でもなんか外れそう。あ、ということはこれ時計のあれだな。あ、これだな。わかったわかった。針が入ってるこの中心の軸。ここのボルト1本で止まってるって感じだな。あとはこの辺の、これってどうなの？針って、時計の針って簡単にスポッと抜けるものなのかな？なんか逆に回していったらねじ切りが、あ、やっぱそうだ。ねじ切りされてるんだ。ああ、そういうことなんだ。逆に回していけば、あ、ダメだ。回っちゃう。こいつだけ、あ、そうでもないんだ。これなんか割ってあるの？ここに針が割ってありますね。ってことはこれ差し込んでるだけか。どうぞ、取れた。え、こいつ。こいつも多分差し込んでるだけだ。あ、取れた。で、これだ。こいつを外せば、文字盤とユニットが分離できるはず。傷つけないでしょうね。来た。あれ？あれ、もしかして中のユニットが回ってる？あとこいつでこう外せば OK で、ここまで分解できました。ということで、あとはこいつだ。ちょっともう虫だらけ。ここをね測って、で後から購入するムーブメントのね、軸の長さと比べてみたいと、比べてみたいというか、ここを測って別途購入するムーブメントの軸の長さってやつをちょっとこう選ぶ必要があるかなと思いますね。ということで、今日はここも分解ここまでで、次回ちょっとね、ユニット、ムーブメントですね、電波時計とか、もしくはまあクォーツのムーブメントを買って、で針、組み付けていく。問題はね、この針のこのね、穴の中心とかがね、今度買うムーブメントのね、合うのかどうか。まあ、基本アメリカはインチで、日本はセンチなんで、そのあれもあるからね、ちょっと直径が合うかどうかわからないし、それが合わない場合は、どうすればいいのかっていう問題はあるんですけれども、まあ、とりあえず、今日はここまでということで、終わりにしたいと思います。今回の動画いかがでしたでしょうか。古いね、ジェネラルエレクトリック製の電気時計をアメリカの eBay で落札して、今日はここまで分解しました。次回ね、いろいろ準備ができたら、ムーブメントを購入したりとか、準備ができたら組み上げて、で、この古いまんまの雰囲気を保ったまま、性能は最新の、できれば電波時計にしたいなというふうに思っております。今回の動画、もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あとね、インスタグラムもやってますので、概要欄からインスタグラムをの方へ飛んでいただいて、登録、フォローしていただければ幸いです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ドラクでした。